皆さんこんにちは。今回ご手番でやっていきます。相手の方は四間飛車、四間飛車をですね、四間飛車をの登場ということで、ちょっと2手目8四歩いってみたいと思います。自分は2手目3四歩が多いんですけど、まあ気分で、あ、4四歩これまあ右四間してもいいんですけど、後手番でこう8四歩ってついた後に右四間するとちょっと微妙なところがあるんで、ちょっと違う作戦でいこうかな。ちょっと端歩ついて様子見てみたいと思います。受けるんですか？どうなんですか？受けない。これは四間飛車穴熊か？ちょっとこれをやりたいんですよね。くるくる角。くるくる角を登板させていく。角出て。いやー、これ先に歩付きやったかな？ちょっと微妙な手順の違いあるかもしれないんですけど、これがソフトが生み出したくるくる角って、何それ、それは知らん。それは知らん。これがくるくる角って戦法で、こうやってここに角を引きたいってことなんですよね。まあ、飯島流引き角って呼ばれる戦法があるんですけど、それにちょっと似た感じですね。飯島流引き角は、銀上がって、角引いて、角上がるっていう組み方なんですけど、その組み方だと、ちょっとこっちが居玉の時間が長いんですよね。ただこのくるくる角は割とすぐ玉囲えるんで、まあ、安全に組めるっていうのがメリットかなと個人的には思ってます。玉囲っていってどうですかと。いや、このね、この歩をつかないで左美濃に組めるとめちゃめちゃ硬いんですよね。普通居飛車の将棋ってすぐ歩つくんで、左美濃組むとき、この歩ついた状態で左美濃組むんですけど、この歩をつかない左美濃がマジで最強なんよな。うん。この強さを皆さんにぜひ知っていただきたい。この歩ついちゃうといつでも桂打ちから桂跳ねでなんか攻められちゃうんですけど、まあこれは銀上がるか。この歩ついてないことで玉の小瓶がすごい硬いんで最強なんですよね。左美濃。これで勝っていきましょう。あ、角出て、まあ、歩突きには角出をちょっと見せてる感じですけど、まあ、角出られても、まあ、桂跳ねとかで受かるんで、行っていきましょう。あー、いや、ぶつけてく、ぶつけてくる、ぶつけてはないわ。これ、角ぶつけたらどっちが得するんですかね、角交換って。なんか、角交換になれば、角打ちの傷があるから、こっちの方が得な気がするんで、ぶつけてみますか。角交換したらどっちが得かなって考えて、こっちが得ならまあ角交換を挑んでいくっていうのがいい考え方かなと思うので、角ぶつけていこうと。ドヤッと、ドヤッと出といて。角引いてくるんじゃないかな。やっぱ角交換は角打ちの筋がそうですよね。嫌だと思うんで、ドヤッと出て、引かれて。でも結局歩突きでなんか角狙われるだけになってるかもしれんから、角出たって微妙かもしれん。意外と一回出ただけで、一回出て一勢はいいけど微妙みたいな。わあ、でもこれ歩突きてー。歩突きてーよ。チンパン、それは。チンパンジー量産体制に入ってしまう。いや、なぜ歩が突きたくなったかっていうと、同歩同飛車で、同飛車同角ってなると、桂馬跳ねてもらった効果でこう、角成りの先手になるんですよね。いや、チンパン臭がすごいかな、それ。何がチンパンかっていうと、こう、歩突き同歩同飛車同飛車同角っていくと、角がここに行くんですけど、なんかここの角って、後々飛車とか打たれて狙われやすいんですよね。そこにチンパン味を感じてるんですけど、そもそもチンパン味って何ですかって聞かれると、ちょっと僕にはお答えできないんですけど。いやー、行きたいよな、これは。行くか。歩突きで。うん、左身の硬いし、ちょっと硬さを生かしていこう。こっちからの戦いになれば、この金無双の形、壁銀になってて、こっちからの戦いに弱いんで、まあ、こうやって右側から激しい戦いを起こしていくのは、理にかなっているんじゃないかという説。で、同飛車で。同角は、なんか飛車と飛車の間に、自分の駒が挟まっちゃって、それあんまいい形じゃないんで、同飛車で行った方がいい気がしますね。これワンチャンでも歩もあるよな。歩で我慢してくる。同飛車同角が
相手の方きついと見れば筆我慢してくるわる。でも風ってもらえたら飛車引いといてこっちだけ飛車先の風交換できるんで勝ち寄りの勝ち。あー我慢、それは鬼辛抱ですね。3日間断食するぐらいの辛抱ではある。なんでこっちは悠々と飛車引いときますか。まあ飛車は基本的に一番下に引くのがいいので一番下に引いといて、まあ、しかしこっからどうするかって問題はあるよな。銀銀でくっつけるのもあるけどなんか固めすぎな気もするし、ちょっと端狙っとくか。端薄そうなんで、で一歩もらったし、なんか端攻めの時って歩がないと端攻めできないんですけど、歩もらったんでこれで端攻めしていく筋ちょっと見せていこうかなと。ワンチャン次歩ついて同歩に歩垂らして、同香なら同角成り、歩で放置してきたら強走りみたいな手を狙っていく。え、これ行ったらどうなんねやろ。まあでもなんか歩突き同歩歩垂らすっていうのがな、ゲロのようにぬるい手なんで。ゲロのようにぬるいってどういうこと。ゲロの温度知らないんですけど、どうしようかな。どうしますか。なんか端攻めするとなんか後々歩ついて角取りにしながら端に利かしてカウンターしてくるみたいなことを気にしないといけないのが気になるんですけど、まあもう行くか。うるさいでしょ結構これ。うるさいと見た。あとなんかこれこっち回ってると銀銀とかでこう壁銀活用されると相手の方の陣形いい形になっちゃうんで、その前になんかもうがっちりとがっちりとしばき回していきたいなと思った次第でございます。桂馬を跳ねてくる。これは同桂は同歩で手順に角取りにしながら角道通っちゃうんで無視ですねこれは。で桂成なら同角でかわしとく感じかな。これはいいでしょ、形勢同角で。くるくる角強すぎ。で、これ桂馬渡したんですけど、普段の左美濃と違ってここ歩ついてないんで、桂跳ねとかを気にする必要がないんですね。桂打ちから桂跳ね。くるくる角やば。チートやわ。くるくる角チートです。AI がチートを発見しちゃいましたね。AI チーター説。ある。いやーでも端は薄い。左身の端は薄い。端は薄いけど、そうか、金無双端が硬いから、相手の方としてはこう端は狙いどころですね。ただ、そうですけど、まあ相手の方歩の枚数が少ないんで、ここは冷静に同歩でいいんじゃないかな。同歩と取って、歩たらしてきたら同香と取って、そこで桂打ちとかで香取り攻められても、今日1個浮いて上がれば受かるっていうのがまあ手筋ですね。同歩にここに歩垂らして、同香なら桂打ちで飛車、香車取るっていうのを狙う手もあるんですけど、同歩に歩垂らす手がちょっとぬるいんで、まあそこで歩垂らしてきたらそこで歩成りとかで攻めていけばまあまあいけそうな気がする。うん、そうですね、垂らすぐらいだと思うんですけど、ここで歩成ってこう相手の攻めがぬるい瞬間に反撃していくと。同香なら同香なりかな。これ香車もらうとあれなんですよね、端攻め受けやすくて。これ次に香車走りは歩で受かってそんなに厳しくないんですけど、ちょっと気をつけとかないといけないのは、歩なり捨ててきて同香に歩打ってきて同香と釣り上げてここに桂馬打って香車取りっていう手があるんですよね。でそれが結構受けにくいっていうことはあるんですけど、香車持ってると桂馬で香取りにされてもここに香車打って香車受ける手があるんで、まあ何が言いたいかっていうと、つまりは勝ち、はい、つまりは勝ち説。これは歩打っときますね。いやでもちょっと気持ち悪いな。でもちょっと気持ち悪い。形勢はいいと思うけど、形勢がいい時ほどなんていうかこういう微妙な損が相当気持ち悪く感じるんよな。なんかもう形勢悪い時って開き直ってるから、こういうちょっとした損はもうどうでもいいやって思えるんですけど、形勢いい時ってマジでチキンになるからチキっちゃうよな。完全にチキータ案件なんですけど、
桂馬かな。桂馬打って桂跳ねを狙うはあるけど。あとはもう、いっそのこと早逃げしとくとかもあるけどな。まあでも、桂馬打ってみたいな、桂跳ね。結構受けづらそう。ていうか、受けはないんじゃないかな、桂打ちに。で、もし桂馬跳ねてきたら桂跳ねて、次、角成りからの詰み筋を見せていく感じで。うん、桂馬一回打つか。何気にちょっと竜がニート気味なんが気になるな。この竜が、なんか、働いてるようで働いてない。うん、こう、御曹司って感じ。こう、社長の息子？社長の息子って感じ。あいつ、社長の息子ってだけで仕事しねえじゃんって有名な社長の息子って感じ。もしこの動画を見てくださってる方ですごい仕事をしてる社長の息子さんがいらっしゃったらすごい申し訳ないんですけれども。はい。何への保険なんて感じな。何？もういいや。なんか言えば言うほど墓穴掘る気がしてきた。歩ついて、これは角を使おうってことですね。いやー、そうか、これ桂馬跳ねちゃうと、角出た後に、このラインが通ってるんで、桂打ち、同歩なら角で王様取るっていう手を狙われちゃいますね。だから、桂跳ねるタイミング重要やな。あんまりすぐ跳ねない方がいいかもしれない。そうなると竜使いたいんですけど、こいつマジで使えん。入るとなんか竜入りが、あ、違う、入ると角が竜取りになるし、一段目は全部同飛車で、ニートの飛車との交換になっちゃうんで、どうしようかな。5五歩もなんかこっちの角道止まって尺やし。そう考えると結局桂馬跳ねるしかないんかな。で、角出られて桂成り同玉。なんかおかしいよ。まあ、桂成り同玉、歩ついて角道止めとくぐらいで、いいんかな？いやー、ちょっとな、あんま跳ねたくなかったけどな。あんま跳ねたくなかった。やっぱ角のラインが通るんで。まあ、とりあえず水飲みます。とりあえず水を飲みました。水を飲んだ自分に隙はない。やっぱプロ棋士の方、すごい対局中、大量に水用意されてると思うんですけど、それからもわかるように、多分対局中に水飲むって相当大事なんですよね。相当脱水症状になってるんで、将棋するって。よく対局した後体重何キロ落ちましたみたいな言うんですけど、確かあれお医者さんによると脱水症状でかなり危険らしいんで、それは危ないですよっていう説があるんですけど、なんとなく香車打っとく小瓶狙いつつ、桂馬跳ねたら飛車取れるみたいな、そういう感じで言っとくか。ここに打った方が下段から打てて形いいんですけど、ここは歩で角のライン生かして止められちゃうんで、やめときました。歩受けられた時が横が、桂打ち。ちょっととりあえずもう一回水飲んで、これは桂打ち同歩同桂を狙ってますね。わあ、気持ち悪い。ちょ、天井に壁をぶつけていく。いや、気持ち悪い。玉引いとく。玉引いとくもなー。まあ、いや、ちょっとチキンだね。形勢いいと思いすぎて、なんかチキンになりすぎてる気はするけど。桂打ち同歩同桂が王手にならないようにして、ちょっと右側に逃げやすくしときましたよっていう狙いですね。まあ、ハイパー保険をかけた手。うん。ハイパー保険をかけて、歩は同歩同桂、歩で催促する手はあるけどな。これ同歩でどうするんやろ。同桂なら歩打ちで取れますけどね。まあ、同歩ならそこで角出とか気持ち悪いか。まあ、別にこれすぐ取る必要ないんで、そろそろ取る、いや、取ると同飛車。でもそれ桂打ちがあるんですよね。ただなんか、通ってくるからな。まあ、取るか。取りますか。なんか気持ち悪いけど。同飛車で桂で。うん。まあ、普通はきついでしょう。この竜もなんか働きそう。後々角取って同金ってなれば、竜でビューンって効いてくるんで、こいつも、なかなかやるやないかってこと。なかなかやるやないかってことなんですけど。歩成り。同銀は同飛車成りが気になるから、一回取っとく。で、同玉で取らせてから、取れば、相手の攻めが、威力下がってるんで。よし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 。これ、竜から竜使う手が見えてき、あ、それ同角や。やっぱこいつ使えんわ。やっぱこいつ使えん。こいつ使えなさすぎる。
もうちょっと仕事をしよう。ああ、そうそうそう、それで止め。まあまあでも、筆止めるか。同角なら、同角。あ、これでね。あ、これ、いや、やっぱ竜が使えん。竜が鬼ニート。鬼のようにニート。まあでも、歩叩いて同玉飛車打ちとかが次厳しいんかな。歩にはなんか逃げてくる。一回叩こう。一回叩いて。逃げてきたら、竜働いてきそうですね。やっと。このなんか待ち受けてる感じ。逃げる、そっち。そっちは取って同歩成同銀がなんか大体詰めろな気がするけど。詰めろじゃないか。いやー、わからん。一回取る、一回取る、一回取る。これで相手玉の上部に効かせて、一応頭金の詰めろ。同歩成で取ってきて同銀で。これが詰めろなのかよくわからんけど。歩とか打って攻めてきても、これ銀上がりがかえって、金打ちの詰めろになってるんできついんじゃないかな？うん。ああ、香車！そうかそうかそうか、それが詰めろ逃れの王手か。まあ、でも一回逃げて、結構玉が安全になった。今、同銀とかで詰んでたんかな？いや、詰んでた説はあるよね。これ引いて。頭金の詰めろ。はい、上手順。上手順生んじゃいましたね。うわー、いやー、ちょっと待って、それ。飛車は何色？いや、それ何色でもないか？これ何色でもないか？成桂とか引かれて、何、引くというか寄られて。あ、でもそういう風になって銀取ったら、と金引きとかで寄せていけば、なんとかなる？いや、時間配分ミスってね、この人。時間配分ミスり男なんですけど。妖怪時間配分ミスり男かもしれん、これ。いや、妖怪時間かぶりちゃう。時間半、もう言えてない。これ、竜で銀取った手が詰めろや。銀取られても取って、同金ならと金寄りから詰む。最後にこいつが、輝いてくる？最後にこいつが、ヒーローは遅れてやってくるもの？これは、飛車なって？やっぱ働かん？ やっぱこいついらん気がしてきた。この展開ならこいついらん。飛車なって。これで銀取っても取れば詰み。王手ラッシングは？大丈夫ね。王手ラッシング大丈夫。銀引いても同竜で大丈夫。桂成も同竜、桂成も竜で大丈夫。これは竜が受からんから必死か？てか銀引きは金打ち同歩同とで詰みか。あ、だから必死かもしれない。やっぱいりませんでした、こいつ。うん。あ、そうですね。まあ、竜は1枚で十分ということですね。対局ありがとうございました。というわけで感想戦なんですけども、グラフはこんな感じになってます。後手番だったので、下に触れてたらこっちがいいんですけども、押してますね。くるくる角最強すぎる。さすが AI 先生ということで、まあ、今回は AI が開発したくるくる角っていう対振り飛車の戦法を使ったんですけど、まあ、後手番だったんですけど、割と押していけましたね。まあ、今回は中盤と、まあ、終盤あたり、ポイント一つずつ見ていきたいと思います。まあ、1個目のポイントは、正直これ評価値的にもそんなに差がないので、なんかポイントにするのどうしようかなと思ったんですけど、ここですね。ここで、本譜歩だったんですけど、なんか同飛車の方が嫌だった気がしますね。いや、これは本当意見分かれるかもしれないんですけど、なんというか、歩打ってもらえると、飛車引いて、ちにいいとこしかないんですよね。こっちだけ飛車先の交換できるっていう、こっちにいいとこしかないんですけど、まあ、一応同飛車同角の展開は、こっちも次飛車打ちで角狙われるっていう嫌なところがあるんで、なんかこういう嫌なところを狙われる展開の方が嫌だったのかなっていう気はしました。で、実際なんかこの局面で、同飛車でも歩打ちでも評価値まあ90点ぐらいしか変わんないんですけど、本譜の歩打ちの後なんか調べていくとどんどん差が開いていくんですよね。なんかこう自然な手指してるんですけど、相手の方。なんかどん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 こっちに差が開いていくので、なんか同飛車って取った方が勝負だったというか、こっちとしては嫌だったのかなっていうのが一つポイントですね。まあこれは本当なんかソフトの評価値っていうより自分の感想ってだけなんで、まあ、皆さんどう思うかぜひコメントで教えていただけると嬉しいんですけど、まあそういう感じはあるかなと思いました。で、まあ以下、まあまあこっちリード広げつつ、指してたんですけど、
まあ、とはいえまだ難しいところもあって、ここですね。この局面、本譜歩垂らしたんですけど、まあ、これでなんか1000点以上離れてましたね。これがちょっと難しすぎてよくわかんないんですけど、ソフト曰く、ああ、ちょっと固まった。今の歩垂らす手があんまり良くなかったみたいで、これですね。これに変えて、7五歩とついた方が良かったみたいですね。でもこれは確かになるほどで、こう、同歩と取らせると、まあ、後々なんかこう、歩成りって攻められた時に、こう、飛車寄って、こう、飛車さばく手が残るんですよね。まあ、こうなれば一応なんかどっかで飛車回りとか、まあ、あと角ぶっちとかできるから、なんかちょっとさばかれてる形ですよね。だからこのさばきのセンスすごいよな。一回ついとくっていう。この一回ついといて、取ってくれたら後々回れるよねっていう。まあ、すぐ回る手はないか。まあ、すぐ回っちゃうと飛車なられるからないんですけど、あ、でもあるんや。一回垂らして、同香って取らして飛車回るはあるんや。で、もし飛車なったら、飛車走っといて。これ一歩取れたんで、この一歩活かして、まあ、桂、いや、桂打ちか。一歩活かして、こういう感じで攻めるんかと思ったんですけど、あ、これは玉引きでダメなんですね。まあまあまあ、でも、こう桂馬で打って攻めて、香車逃げたら、あ、ブッチ。こういうのができるのも、7筋突き捨てて、こう、飛車を7筋から活用した効果ですね。同銀で角打って。ひえー。いやーもう、これ勝ち切る自信ない。これ嫌ですね。同桂は同角成でダメなんや。だから玉逃げんのが最善なんや。ええー、これも角成られて、桂成られる手見せられるから気持ち悪いけどなー。てか自分先角打たれたところを実戦だったら絶対同桂と取ってる気がする。もうこれは同角成で逆転なんですね。これで玉引いて耐えると？あ、4五桂打ちで。ここ狙われて。これが受けにくいのか。まあ、角打ちで受かるけど、香車補充されて。確かにこっちの玉だけなんか終盤戦になっちゃってますもんね。これは嫌か。いや確かにうまいな。マジでこの終盤力欲しい。なんかこの終盤力もらえるお薬ないですか？この終盤力が身につけられるお薬欲しいんですけど。まあ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 、これで激戦だったみたいですね。そうか、それを絡めるのがいい手か。なんで、相手の方としてはここで歩垂らしたんですけど、端だけじゃなくて、ここも絡めて攻められると、まあこっちとしても難しい勝負だったみたいですね。まあ本譜は歩垂らしに、あ、固まったか、歩垂らしたんですけど、歩成りから攻め合っていけば、まあこっちの攻めが手厚い形なので、以下は勝勢になっていったと。まあ時間のことがあったんで結構焦りましたけど、まあ最後は相手玉必死に追い込めて、こっちの勝ちになりました。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。良ければ高評価、コメントいただけると嬉しいです。ありがとうございました。